島田掛川信用金庫は、静岡県掛川市に本店を置く、信用金庫。2019年6月24日に、島田信用金庫と、日本国内最古の信用金庫である、掛川信用金庫が合併して発足した。存続金庫は、旧掛川信用金庫。旧島田信金本部を、島田本店という名目で活用している。キャッチフレーズは、 日本最古の新金から日本一新しい取り組みを発信します。1879年11月24日に設立された資産金貸付所を前身とし、二宮尊徳の法徳思想を学んだ岡田良一郎が創業者である日本国内最古の信用金庫静岡県内の東海道53次宿場町である掛川市及び 島田市を中心として、岩田市から静岡市に掛け合わせて57店舗を有し、シェアは掛川市で5割近く、島田市で5割を超える。預金量は静岡県3位で全国42位規模。2、2017年11月29日、掛川信用金庫と島田信用金庫が2019年3月をめどに対等合併すると発表。 新金庫の名称は、島田掛川信用金庫とし、手続き上、掛川信用金庫を、存続金庫とするほか、掛川信用金庫本店を新金庫の本店とする、ことも発表した。また、役員人事では、新金庫の理事長に、掛川の伊藤勝秀理事長、会長に、島田の市川光理事長がそれぞれ就任する。 2018年3月28日、新金共同センターのシステム公開スケジュールを理由に合併日を予定より3ヶ月遅らせて2019年6月24日とすることを発表。2019年6月12日、東海財務局より合併の認可を得る。発足時に公表した5カ年の中期経営計画では、預金を1兆円。 貸出資金を3800億円強に増やし、純利益10億円を安定的に確保する目標を掲げた。取引先企業の事業承継やビジネスマッチングなどを支援し、掛川駅前に2021年度完成予定のビルに企業支援拠点を設ける。合併前に新金で近接する店舗は、店舗内店舗方式で再編していく。AB 純利益10億円。 安定的に、島田掛川新金が、発足、5カ年計画地元企業の課題解決重点、日本経済新聞長官2019年6月25日2019年11月24日、閲覧、島田掛川新金、島田本部を改装個別ブースで、相談強化日本経済新聞ニュースサイト2019年10月27日、閲覧、 島田掛け川新金指導57店舗、地域に貢献。静岡新聞2019年6月24日。島田と掛け川の合併発表。新名称。島田掛け川新金に。日本経済新聞。httpswww. 日経 .com。アーティクル。ジャックスムーズ2400万 3030Y7A121C1 リットル6万1000。 静岡島田、掛川両親用金庫が合併発表、預金料圏内3位に、朝日新聞デジタル、h t t p w w a s a h i c o m articles、a s c i i 6 4 h a f a c c トップブレーレー、NHTML2017 年12月3日、閲覧。名称は、島田掛川親用金庫合併正式発表、理事長に、伊藤氏。 静岡新聞オリジナルの2017年11月28日時点におけるアーカイブ http://web.archive.org コロンススララッッシュスラッシュ web スラッシュ20171128180613スラッシュ http://www.at-s.com コロンスラッシュスラッシュ news スラッシュ article スラッシュエコノミースラッシュ静岡スラッシュ 431342.html2017 年12月3日閲覧島田。 掛川新金、合併19年6月に延期。日本経済新聞。https www. 日経 .com アーティクル。ジャックスムーズ2870万1 5 0 0 y 8 a 3 2 c 1リットル6万銭。島田掛川新金の合併認可。日本経済新聞。https www. 日経 .com アーティクル。 ジャクソ 46013850SQ,A610C1 リットル61000,2019年6月13日、閲覧。新近中央金庫 HTTPS コロンスラッシュスラッシュ www.shinkin-cntral-bank.jp スラッシュ sp スラッシュ。 全国信用金庫協会 https://www.shinkin.org ス東海地区信用金庫協会 http://shinkin-tokai.sakura.ne.jp 静岡県信用金庫協会 https コロンスラッシュスラッシュ shizuoka-shinkin-kyoukai.or.jp スラッシュ日本銀行 https コロンスラッシュスラッシュ www.botch.or.jp スラッシュ 金融庁 https コロンスラッシュスラッシュ www.fa.go.jp s スラッシュありがとうございます。